前回刑務所生活4日目を迎えた霊夢とマリサ、自由時間に二人は看守の上司について考え始めるようになった。二人は過去に会ったことのある人なのではないかと考えている。その後部屋にあったレッドストーン回路を修理すると、何やら倉庫のようなところの扉が開かれた。その倉庫の中では石のつるはしを見つけることに成功。さらに食堂と広場が繋がっていることにも気づいた。そしてその後二つ目のつるはしを見つけた二人だが、二人の不注意によって見つけて早々つるはしを紛失してしまった。そしてその日の夜、看守は意味深なことを話していた。そんなこんなで始まる5日目、霊夢とマリサは無事、この刑務所から脱獄することができるのか、そして看守の謎を解明することができるのか。ぐん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 、私はどんどん身長が大きくなるよ。ぐん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 、なんだ朝からうるさいな。ぐん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 、私はどんどん身長が大きくなるよ。ぐん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 、おい霊夢うるさいぞ。うん、あ、マリサおはよう。ごめん何か言ってた？私寝てて今起きたから気づかなかったよ。待ってさっきの寝言だったの。余計怖いんだけど。ごめん多分いびきかもしれない。なおさら恐怖でしかないわ。でさ今日寝て考えてたんだけどさ。寝ながら考え事できるんかお前。看守の上のものについてだよ。あ、私たちが会ったことある人かもしれないってやつか。もしかしたらさあの FBI の人なんじゃない？あ、いつぞやのやつだな。確かにあいつだったら久しぶりって感じだな。しかも FBI だし、看守の上のものって感じするじゃん。うわお前天才かよ。じゃあ看守の上のものはあの FBI のやつか。そういうことだよ。にしてもお前よく覚えてたな。いやなんかそんなやついたなって思ってさ。それじゃあ看守の上のものについてはこれでわかったな。そうだね、やっと謎が一つ解けた感じするよ。で今日はどうするか。あ、そういえばマリサさんや、昨日言い忘れてたことがあったんですよ。どうした？昨日堂の扉の部屋入ったじゃないですか。刑務作業の時間に行ったところだな。その時に私テストに何もなかったって言ったじゃないですか。そうだったな。なんか一確認くんだけ置いてあったんだよな。実は何もなかったのは嘘でして、なんか髪の切れ端があったんですよ。は？なんで嘘ついたんだよ。ミステリアスな女の子の方がモテる気がしまして。刑務所でモテを気にするんじゃねえよ。というのは2割冗談で8割は本気なんだな。昨日マリサがツルハシ見つけた時黙ってたから仕返しをしてやろうと思ってたら言うの完全に忘れてました。吉山と海どっちがいい？もしかして私を埋める場所の話ですか？なあにちょっとかくれんぼでもしようかと思ってな。それ絶対裏あるよね。私多分山に埋められるか海に沈められるよね。まあまあそんな細かいことは気にするな。私の命に関わることなんですけど。でその髪の切れ端って何なんだ？あ、そうそう、なんか78って書かれた紙だったよ。あれ？そういえばなんか食堂の地下でも紙の切れ端拾ったよな。あ、そうじゃん。あれは23って書いてあったよね。しかもこの紙は左側で前見つけたやつは右側だから、7823っていう4桁のメモになってたんじゃないかな。おそらくそうだな。でもこの4桁の数字ってどこで使うんだろう？お前はアホなのか？アホ踊りなのか？四六時中アホーアホーって泣いてればいいさ。何めっちゃバカにされてるんだけど？広場の噴水の地下に暗証番号が。暗証番号がなんだって？うわ監修？まったくしばらく見ないうちにまた変なこと企んでるんじゃないだろうな。しばらく見ないうちって昨日会ってるじゃないですか。うん？あ、そうだったな。そうだそうだ、昨日会っていたな。まったく監視さんもしかしてボケてます？もう年ですか？そろそろ監視やめて私たち釈放した方がいいんじゃないですか？吉羽奈々は今日処刑ってことで。なんで？なんとなくムカついたからな。監視さん最近すぐ処刑しようとしますね。そうなのか？なんで自覚ないんですか？ちょっとこっち来たーい。ほら早く行くぞ。いちいち叩かなくてもいいじゃないですか。壊れたものは叩くと治るって村のおばあちゃんが言ってたからな。その考え方昔すぎますよ。うるさいぞ。ってことで自由時間だ。適当に過ごしていてくれ。また終わりの頃になったら戻ってくるからな。了解しました。てかあの監守なんで急に来てんのさ。私たちの会話聞かれてないよな。多分全部は聞かれてないんじゃない？まああの監守なら大丈夫だな。ポンコツだし。そうだね。でここにいる奴らは特に話してること変わってないね。相変わらず大砲はスモーク焚いてるわ。そういえば聞きそびれてたけど暗証番号はどこで使えるの？ああ、監守が途中で来てちゃんと話せてなかったな。自由広場の噴水の地下があるだろ。そこに確か暗証番号が必要な扉があったはずだ。あ、なんかあった気がする。それじゃあとりあえずそこに行ってみようか。そうだな。よし着いたぞ。こっち側だったよね。ああ、いつもはこの下まで行くけど今回はここだな。あった扉だ。多分ここに7823を入力すれば開くと思うんだよな。じゃあマリサちゃんやっちゃってください。任せろ。これで開いたー。さすが私、毎晩毎晩ブレイクダンスするもやしの真似をしていた甲斐があったね。毎晩何やってんだよ。てかマリサここあれじゃん、あのマグマのとこ。いつもはセーフルームから行かなきゃだったけど、これで移動が短縮できるってわけか。この広い刑務所だからこそ移動の短縮は結構大きい進展だよ。探索の幅が広がりそうだな。それじゃあ早速探索しに行っちゃいますか。昨日なくしたツルハシをまた探さなきゃだからな。そうなんだよね。なんか看板に行き先が書いてあるな。今のところは職員棟方面らしいよ。職員棟ってことは看守がいそうだよな。とりあえず今は他のところを
探索していこう。そうだな。ってことでちょっとここを探索してみるか。ここは監視塔らしいよ。生意気な場所だね。どういうことなんだよ。そういえば旧監視室にトランシーバーがなんとかみたいなのどっかで見たよな。確かそうだったね。てかここ怖くない？監視カメラもありそうだし、慎重に探索していくしかないな。まずはこの刑務所の監視カメラの位置を把握したいよね。それか監視カメラの電源を切れればいいんだけどな。って急に走り出すなよ。いや、やっぱりこういうのって勢いが大事だからさ。それで監視カメラに見つかったらどうするつもりなんだよ。その時はマリサを差し出して私は生き残る。お前パイナップルにしてやるからな。どういう意味かわからないけどやめて。てかここ怖いな。監視とかいたらやばいよね。慎重に行こう。やば。待って、今監視の声したよね。とりあえずおとなしくしてるか。あ、これ終わったやつだ。おいお前ら、なんでそこにいるんだ。うわー、私は知らない、私は知らないな。なんなんだここは。私たち自由広場にいたはずじゃー。これはきっと妖怪の仕業だー。は、早くお払いに行かなきゃ。あ、痛ーい。何をわけわからないこと言ってるんだ。まったく私が戻ってきた途端にこれか。お前たち今は自由時間だよな。なのに自由広場にいないのはおかしいよな。何しれっと逃げようとしてるんだよ。うわー、私の細胞がブレイクダンスのもやしの真似をしろって叫んでるー。何をわけわからないこと言ってるんだ。は？あいつらどこ行ったんだ？うええー、逃げろー。うわ、びっくりした。お前は何をしてるんだ？いや、買ってた唐揚げが逃げ出しちゃって、追いかけてたらなんかここにいまして。そうですよ。マリサの唐揚げが野生化しちゃったらどうするんですか？何言ってるかわからないから、とりあえず叩いておくわ。うわー、横暴だ、パワハラだ、パワハラ監視。うるさい、黙れ。は、はい。とりあえず話を聞こうと思うんだが、お前らはなんでここにいたんだ？だから買ってたたこ焼きがだ。吉田奈々に聞いても意味ないみたいだな。なんか唐揚げからたこ焼きに変わってるし。そうだよマリサ、ちゃんと唐揚げのたこ焼きって言っておかないと。もういい、お前らから話を聞くこと自体間違いだったんだ。ちょっとついてこい。どこに行く？うわうるさー。なんですか？あ、すまん、監視カメラの電源を切り忘れていた。いつも移動の時は監視カメラオフにしてたんだけどな。監視カメラってオフにできるんですか？私が手動でオンオフ切り替えられるんだ。ってことで荷物検査するぞ。え？荷物検査？やばい、私鍵とか持ってるぞ。とにかくなんとかしなくちゃ。監視さん荷物検査をするんですか？当たり前だろう。お前たちなんか怪しいんだよ。痛い、叩かなくてもいいじゃないですか。うるさい、黙れ。は、はい。おいバナナ、なんですか？ちょっとマリサを呼びながら叩かないでくださいよ。お前がここに近づくからだろ。ちょっと霊になんとか時間を稼いでくれ。監視さーん、荷物検査って荷物検査をするんですか？それ以外何があるんだよ。いや、体力測定とか。荷物検査に体力いらないだろ。そうですよねー。よし、これでなんとか。バー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 ナナ、私も今日からバーナナ。何を言ってるんだお前は。てかバナナはなんでそこにいるんだ。早くこっちに来い。いや、なんか荷物検査って怖くないですか？なんで怖がる必要があるんだ。ただ荷物を検査するだけだぞ。いや、だって荷物検査でドラゴンとか出てきたらどうするんですか？お前、荷物検査をなんと勘違いしてるんだよ。ほら、そんなのどうでもいいから早くやるぞ。何も持ってないなら大丈夫だよな。まあそうですけど。ほら早く入れ。よし、それじゃあバナナも通れ。どうするんですか？バナナ以外のものが出てきたら。バナナが出てくる方が問題だわ。この刑務所にバナナなんてないからな。ほら早く通れよ。あー、私の荷物がー。よし、これで荷物検査は終了だ。まず赤たぬき。うん、それってもしかして私のことだったりしませんよね？お前以外に誰がいる？赤たぬきなんて呼ばれたの初めてなんですけど。よかったじゃないか。二つ名みたいでかっこいいじゃないか。二つ名が赤たぬきは嫌なんだけど。赤たぬきの霊夢、早速使われてる。お前はなんで松明なんか持ってるんだ？え？あ、いや、その、なんか起きてたのを拾ったんですよ。ふん、まあ松明なら別に。そしてバナナ。は、はい。お前は特に異常なしだ。え？なんで赤いのが驚いてるんだ？いや、その、そうバナナとか持ってるんじゃないかって思ってたので。そうか、まあバナナは異常なかったから。それじゃあ一旦今日は終了にしておく。終了って食事とかはどうなるんですか？今日はなしだ。当たり前だろ。お前たちは脱走をしていたんだ。本当だったらもっと重い罰を与えるんだが、私の優しさで食事抜きだけにしてやる。さあ感謝しろ。感謝しなかったら処刑だ。うわ、監視さんありがとうございます。よし、それじゃあ棒に戻るぞ。は、はい。そうだお前ら、上の者から新しく伝言を預かったぞ。え、伝言ですか？どんな内容ですか？いや、それが私にもよくわからないんだ。まあとりあえず伝えておけって言われたからな。一応伝えておく。こんにちは、んこのこんばんは。二人を見た感じここからは出られそうにないから安心したよ。少なくとも二人だけだとね。だそうだ。え、どういうこと？お前たち脱獄考えてたりしてるのか？いやいや、まさか。まあ上の者が出られないって言ってるから、絶対に出ることはできないな。あの人は偉大だから言うことすべて正しいんだよ。だからお前らも変にフラフラするのはやめておけ。まあ脱獄なんてしないですけどね。ふん、どうだかな。ってことで今日はこれで終了だ。また明日もあるからな。おとなしく過ごしているように。わかりました。それじゃあまたな。はい、お疲れ様です。なあ、あの挨拶ってさ、なんで監視の上の者が知ってるんだろう。あれは私たちの中だけのものだよな。あの FBI はそんなことまで調べられるのか？そう、なんだ、どうな。くそ、なんか眠気が。私も、まだ昼、なのに。
よし眠ったみたいだな。もしもし、伝言伝えておきましたよ。いいんですか？二人はあなたに気づいてしまうかもしれません。そうですね、FBI のあなたのことを疑ってました。鋭いのか鈍いのかわからない人たちですね。さすがあなたの、いえ、何でもありません。にしても二人は本当に脱獄するんでしょうか。まあそうですよね。私が何とかしてみます。はい、それでは。